LR 航空426便ハイジャック事件は1968年7月23日に発生したハイジャック事件である。イスラエルに対する航空機ハイジャック事件の先駆けであり、LR 航空のハイジャックでは唯一の成功例でもあった。1968年7月23日、ロンドンヒースロー空港発フィウミチーの空港。 ケイユロット空港行きのイスラエル国営、LR 航空426便がローマを離陸した直後にパレスチナ解放人民戦線のテロリスト3人にハイジャックされた。犯人グループは進路を変させ、アルジェリアのアルジェにあるダルアルバヤダ空港に機体を着陸させた。事件は第3次中東戦争の翌年の事件であり、アルジェリアはイスラエルに戦線復刻していた。 アルジェリア当局は、犯行グループを保護しただけでなく、イスラエル国への LR 航空が、イスラエル空軍の貨物輸送も担当していたことから、LR 航空を、準軍事組織と認定、機体とイスラエル人乗客、乗務員22人は、アルジェリ人質にされた。40日に及ぶアルジェリア政府との交渉でやっと、イスラエルは、機体の返還、イスラエル人の釈放を実現した。この、 ハイジャックの成功例は、パレスチナ人テロリストによるハイジャックの引き金であり、以降、対イスラエルのハイジャックが連鎖することになる。ありがとうございます。